日教組を作ったのは GHQ なんですね。私は思うんですけども、子供たちにね、日本というのは素晴らしい国だって言ってね、日本を礼賛するね授業をやれと言ってるわけではないんです。やっぱり2000年以上ですね、一つの王朝が続いてきますと、それは反省することもいっぱいあります。ですから、うまくいったこと、うまくいかなかったこと、誇れること、それから反省しなくてはいけないこと、こういうことをですね、ちゃんとバランスよく勉強することによって、子供たちはですね、いいところを伸ばしていこう、悪いことは繰り返さないようにしようっていう、そういうふうに思いますよね。ところが今の日本のですね、特に歴史教科書はですね、誇れる話がないんですね。皆様方ちょっと思い出していただきたいんですけども、中学はこれ歴史という授業がありまして、これはまあ義務教育ですからね、全員勉強してるはずなんですけども、戦後教育を受けた方どうでしょう。歴史の教科書を読みながら感動した人います？ああ、日本ってこんな素敵な国だったんだとかね、先人たちね、歴史上の日本人たちにね、ちょっと感謝しなきゃいけないななんて思って目頭が熱くなった経験の人います？いないと思うんですよ。なぜかというと、これは GHQ の指示なんですね。日本人が読んで誇りに思う記事を全部消せと言ったわけです。6年8ヶ月占領期間が明けまして、普通占領解除されたらですね、それは別に戦前の教育を復帰せよというつもりはないけども、誇りのある話が全部消されたわけだから、いい話は戻しても良さそうですよね。ところがですね、日教組が日本の学校の世界をしっかりとこう牛耳っていきましたからね、やっぱその影響も強かったと思います。ちなみに日教組を作ったのは GHQ なんですね。日教組ができた時のですね、教育方針と GHQ の教育方針というのは全く一緒で、だから GHQ は日教組を作らせて、自分たちの教育方針をじゃああとは頼んだと言って、それで帰っていったわけですね。そしたら今度日本人がアメリカ人に代わってですね、占領教育政策を続行し、そして今に至るということです。ところが今先ほど申し上げた通り、国を愛する態度を養うことということが教育のですね、目的に加わりました。そして今教科書も変わり、教員も変わり、徐々にですね、学校で学ぶ歴史の授業がですね、日本の悪い話だけではなくて、いい話、光もですね、子どもたちが学べるような環境に徐々にですね、変わってきているという、まあこういうことがあります。